はい、じゃあ後半、はい、休憩なしでやってまいりました。はい、振り返ると前半がマリカちゃんが55、はい、アプローチがなんか普段出ねえだろうみたいな感じのねあれっていうのが多すぎて、ね、ちょっと緊張してんのかな、緊張してる緊張してる、昨日のお酒が残ってる、喉がふらついて酒抜けてそうそうそう、でみゆちゃんが63、はい、うん、ね、意外にいっちゃったと思いました。なんか10とか行くのはないんだけど、ね、なんかこうねっていう感じですよね。鳴らしてはあんまり良くないっていう、うん、まあちょっとせっかくなんで、まあ、後半2人このぐらいのスコアで回りたいなみたいな。100は叩きたくないんで、うん、44目標は、うん、29ですね、はい、すごい。私は前半50を目指してるので、先々、うんうん、今回前半63だったんで55にします。私は、うん、そうだね、無理せずね、設定は確かに確かに頑張ってやっていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、お願いします。やばい、巻いた残るじゃない。お、カートをずんずん、うん、残ってますし、こっちです。いい音だけど、右に行っちゃいましたね。お、それはベンジャー。ナイス。戻ってきてる。超速くない？めっちゃ戻ってきちゃった。くぅ。うん、ですです。よしよし、いいぞいいぞ。まだまだ200ヤード以上あるので、それいきます。うーん、先が長い。あ、抜けろ。うん、落ちた。 あ、大丈夫。あの、左には行ってない。うーん、ひどい。そこな、結構距離あるな。ロングだよね。うん。しっかりめのロングやな。139ヤードウッド使います。5番手です。頑張れ頑張れ。うん、転がってます。いい感じです。滑りそう。頑張れ頑張れ。あら、どうしたんじゃない？超えましたよ、多分トップしちゃったんで。超えたかな。超えちゃったと思う。オーバーかな。残り70ヤードで着地に使います。短いな。で、見て、あそこに丸があります。あれ狙いってことだったんですね。ダーツみたいの。うん、そうです。あれ何を意味してるんだろう。 あっちの方向にあるよってことかな、どっから見たときに。はい、ピンが。行け。あれ止まっちゃった。マチャラさんね、転がるかと思って。うん。やだ。気を取り直して。自分で言っちゃってるし。いやいやいや、持ち上げていかないと。
うわ、おー、ナイス、おいだ、オッケーです、ナイス、うん、すげえ、もうさっきみたいな、うん、パターをやめたい、パター、うん、最初強かったのもんね、だんだんそれで、ナイス、うん、ナイスです、シャーシャー、今なんて言ったの、うんに、ちておうに、そう、なんか聞いたことないさ、やりました、ってことは今8、1だ、ちょっとプラスになっちゃってるってことか、どう、ね、だダブルペースで待って50、ダブルペース、あ、マリカちゃんはね、うん、自分50を目指す、55、あ、55、でもさっきから巻いてるもん、巻いちゃってんだよ、巻き癖が、頭を残す、さっきからずっと言ってるから、ね、ずっと言ってる、え、でも素敵な、ね、素敵だよ、さっきから、うん、ナイスショまっすぐ、どこ行ったか全然わかんない、あの、赤い杭らへんの手前ぐらい、あ、手前か、あ、手前や、もうほんとまっすぐだった、めっちゃまっすぐ、ただちょっと高かった、あ、ね、高いんじゃない、 T 高くないしゃぶれてるってことだね、また行ってよい、どこ方面狙いますか、私はあのな一番長い木、うん、で一番かわいい木、一番長い、長くて距離が、うんうん、うん、二人いっちゃったな、選択ワンペ、あの丘は下から打つんでもいいし、ワンペで上から打つか、ワンペです、頑張らないじゃんね、なんかおばさんになってますけど、いやいやいや、冷めよ、素晴らしい感じを取っていただきます、ピンまで154ヤードです、ちなみにちゃんワンペだね、はい、ワンペで、あの白しましまクイジで、ローカルなのかな、いや、あるんだけど、 あ、そういうちゃんとそういうルールか、選択ワンペって書いてありました、うん、おっと落ちてきましたね、ありがとうございます。ノー。ノー。ノー。転がっていいとこ行った。また、うん、みーちゃんが。うん。見てない。まあしょうがないかな。すごいですか。ありがとうございます。ふんわり優しくアプローチをしたい。ああ。距離飛ばしたくないときは下がるって聞いたよね。今行きます。え、スタート。うん、ナイス。よっしゃ、なった。いい、ナイスタッチ、え、来た、入っちゃう、おー、ナイス、やったー、ナイス、だいぶ軽くだったけどな、イメージ早いね、ね、本当だね、
な。パター悩まれてるね。うん。2オーバーで回ればいい。ダボ。昔全ボギーペースじゃないと。今回私ダボだ。ダボ。ダボ。分かりやすくていいね。そう考えればね。ね、ダボで、ボギーで。なんかダボだ、ダボでいいやと思えばさ、わざと刻んだりとかもできるからさ、ちょっとハードル下がるんじゃない？今年花見した？私は1回お宮公園まで行って、おお、すごいんだっけあそこ。そうそう、めっちゃ周り全部すごくて、え、屋台出てる？でも屋台が平日だったから出てなくて、なんかその小屋みたいな、もともとある売店みたいなところで、うんうん、はいはい、お酒いっぱい買ってずっと。そうなんだ。そこでも出た。レジャーシート引いて。そうそう。そこなんか結構いたっけ？出たの私多かった。めっちゃ多かった。そうなんだ。犬連れとか。あ、うん、確かに見せたいわ。桜を見せたい。そうなんだ。私行ってないんですよね今年。うん、絶対私は寒くない？外で飲む。え、なんか別にお酒飲んでるから私もうなんか花見って 100% 風邪ひくイメージです。あ、時期的にね、ちょっと、ま、興味ない、ちょっとさ涼しくて、少し寒、そうだよね、寒気をつけられちゃう。もつ煮とかタマコンとかあったかいのをつまんで。あ、花見てんすか？で、あの、楽しくなってきて桜と一緒に写真撮って、あ、一応ね一応ね、一昨日のさコンペの時もそう、二人で花見気分で桜めっちゃ写真撮ってた。はい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 、だからゴルフ場で見るのとかしかないですね。言われてみればそうかも、うん、なんかでそれで満足してると思う。そうよ。どこの桜も綺麗だ。人混みが苦手なんですよ。そうだから、なんかあえて自分から突っ込む必要ないじゃないですか。そう。そうやって花、まあ、花より団子だから、その屋台食べたりとか、屋台なんか食べたりとか、そういうのを思う。雰囲気いいよね。確かに。行っちゃえばね、そう、行っちゃえばいいんだけど、楽しい。そう、やっぱ行くまでがね、まあちょっとあれなんですよ、引きこもりなんで。そう、いいですよね、花。ボギーペース。エミちゃんがダボペース。そうや。これな、何？あ、パー3ですね。パー4です。パー4。本当だ。稼げる。あ、そうだね。190ヤード。はい。今登ってるけど。日焼けなんで全然いかないんですよね、これ思ってるの。まっすぐね。そうよ。頭残す。そうよ。うん、おー、いい、いいね、いけいけ、きれい、うんうん、ナイショー、ただし、よし、参ります。いいじゃん、うん、ナイショー、よし、飛んだ、ナイショー、やった。なんか景色がいいですね。うん。山の中。いや本当、秩父ってめっちゃ山なんだね。すごい。めっちゃいいじゃん。ね。残り90ヤードぐらいなので9番で参ります。綺麗に当てたいところです。全然あれですね。いや、登ってるからもっと番手上げればよかったわ。そうだよね。ちょっと打ち上げとか距離が分かりづらい。はい。でも番手を上げてアプローチ。番手を上げてアプローチ。はい。実は。
ま、マウント取ってきた。パワーが違うから。あ、こんな。あ、やだ。やだ。いいじゃん、ナイス。よし。よしでしょ。キリ。うまい。ナイス。な。わあ、うまい、うまい、うまい。うまい？めっちゃ近寄ってる。やった。また。ナイス。めっちゃいい感じ。うん。いいんじゃない？ダメだ、ダメだ。右だったね。それはダメ。なかなかさ、強かったり弱かったりね。わからん。そうだよね。うわー、切れたー。うん、OK です。はい、ありがとうございます。ダメじゃん。ダメじゃないか。 OK です。ダバペースになってます。見事なあった。ヘタッピ、なかなかね、うん。